パースプレパラトリースクールイギリスのプレパラトリースクールまたは略してプレップスクールは8歳から13歳の児童に対して優勝で教育を施す学校でありしばしばイギリスのパブリックスクールやインデペンデントスクールに入るための準備教育をも施しているもともとは19世紀初期のイングランド及びウェールズにおいてイートンカレッジや ミンチェスターカレッジといった主要なパブリックスクールに進む少年たちに準備教育を施すボーリングスクールとして始まったが大英帝国の拡大に伴い海外に赴任する親も増加したことからこれらの学校及び在籍する生徒は次第に増加していったこういった学校は今ではイギリス各地だけでなく他国にも存在している 男子校は8歳から13歳までで多くのインデペンデントスクールへの進学において、鍵となる共通入学試験への準備教育を行う。7歳から8歳については、プレプレップスクール、プレプレップスクールという呼び方がされる。一方、イングランドの私立女子校では、公立学校での年齢に合わせる傾向が強く、4歳か5歳から、 始まって、インデペンデントスクールに進む11歳まで、共学校に進む場合は13歳までとなっている。しかし、現在ではより多くの女生徒が共学化された男子校に入学しており、分類は曖昧になってきている。私立準備学校合同協会は、プレップスクールの団体で、イギリス及び、海外のトップ500以上の私立プレップスクールが参加し、 生徒数は13万人にも上る。私立準備学校合同協会は、プレップスクールの団体で、イギリス及び世界のトップ500以上の私立プレップスクールが参加している。アイプスは、私立学校協会に加盟する7団体のうちの一つである。様々な種類、大きさの500以上の学校に13万人の生徒が在籍している。プレップスクールは、男子校、女子校、 小学校のいずれもある。また、デイスクールであったり、ボーディングスクールであったり、ウィークリーボーディングであったり、フレックスボーディングであったり、それらの組み合わせであったりする。大きくは以下のカテゴリで分けられる。ありがとうございます。